はい、お疲れ様です。東区湾でございます。いつもご視聴ありがとうございます。今週のバスリ霞ヶ浦長江なのですが、まず最初はワニ川にやってきました。とワニ川と言いますと、この大きな鳥ですね。これがもうトレードマークっていうかありますよね。で、まあ、この鳥の向きで、その例えばこの人は今どの辺でやってるのかなとか、ここのポイントはどこなのかなとかっていうのもね、推測されますね。まあ離れたところでやる場合ですね。で、霞ヶ浦水系のまあ唯一のストラクチャー、護岸沿い、あとこのドックの横とかね、はい、このドックの横のこの際なんかね、釣れそうですよね。で、僕の今までの兆候でこのドック際っていうのが、まあ、そんなにはないんですけど、ここ最近ですと2本あります。なさか浦とあと霞本湖ですね。で、やっぱドック際ですね。ドック際のバズベイトですね。で、釣れました。今使ってるルアーはですね、ティムコのジェットストライカーですね。こちらですね、スズソンチャンネルさんで使用したものですね。もちろんですね、このジェットストライカー、あの9月15日のスズソンカップのですね、まあ商品にもなってるそうですね。と、一応ですね、その最近スズソンチャンネルさんでその協賛ありましたとかいろいろやって、それで釣ってるんですけど、まずですね、その協賛されたものでを使って、その後新品を買い直してるんですって。はい、この前もですね、なんか新しい普段使ってないリールなんか使ってましたね。左巻きのリール、多分それも、そう、もちろん使って中古として出すんじゃなくて、新品を買い直してそれを景品にしてるというと言ってました。まあ、ティムコのルアーっていうと、まあ、ノラネズミとか、あとプロップペッパー、ステルスペッパーが超有名ですけどね、正直ね、僕ね、このルアー知らなかったっていう感じですね。まあ、ティムコと言いますと、まあ、霞水系で、そうですね、やってる、なんていうんですかね、まあ、アングラーとかね、いらっしゃいますよね。ティムコだと確か小坂さんかなだと思いますね。この護岸の下からスーッと出てくるはずなんですけどね、出てこないですねで、やっぱりこういったそのまあ、これ止めて使えるバズベイトっていう感じなので、まあ、どちらかというと食わせっていうよりはリアクションとか、まあ、どんどんまあイライラさせながら食わすって感じですね。で、なんかの動画で見たんですけど、ビッグバドを同じとこ何回も何回も通してやっとこ食ってきたみたいなね、そういうのもあるんで、やっぱりこういった食わせ系じゃなくてリアクション系っていうのはもうどん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 イラつかせるっていうのが基地なんですよね。で、場所をちょっと移動しました。これ 目の前に見えるのこれ神宮橋ですね。今ですね、これ増水してる時だったので、普通はこれ足元ですね、なんか砂浜っぽくなっちゃってるんですよ、今ここ映ってるところで。増水で水が入ってるので、この際なんかね、もう足にはなんかバス入ってんじゃないかななんて思って、まあ、ここ入ったんですけどね、まあ、ちょっと反応ないって感じですね。この増水になってなんかね、その田んぼとか畑とかね、農薬が流れて、まあ、稲渋とか、ね、いろいろ問題あって、まあ、白蓮とか船の死骸がね、
結構ありますね。で、あ、ここ死骸があまりないなと思っても、結構その油が浮いてる、こうあの魚から出た油ですよね。それがプカプカ浮いてて、なんかもう水悪そうって感じですよね。まあ、そういうところでバズベイトとか引くと、その泡だらけになるんですよね。まあ、プラス酸素量も少ないのかなって感じしますね。まあ、実際魚が、まあ、ハクレンが死ぬ原因としては、その、まあ、たくさんこう結構なんか群れで泳いでるんですよね、ハクレンってね。で、まあ、酸欠とか、まあ、あとまあ農薬とかもありますけどね、まあ、いろいろ仮説っていうのがねあるみたいですけどね。ここの際なんかあれですよね、普段投げられないですからね。なので、まあ、増水とともに、まあ、こういったまあ北浦ワニ川っていうと、こうもう足の根っこが見えてるところって結構あるじゃないですか。うん、まあ、そういうところもこういった、まあ、増水の時に、まあ、狙えるんですけど、まあ、今回その台風みたいなその雨も、もうすごいゲリラ豪雨の超やばいやつだったので、ちょっと降りすぎちゃったかなって、まあ、ちょっとした雨ぐらいだったらねいいんですけど、うん、ちょっと大雨すぎるとあまりいい方向には向かないんだと。で、あと、まあ、インスタグラムとか X とか毎日、まあ、見てるんですけど、まあ、ここ9月ですね、あまり超、まあ、釣れてる方多いんですけど、まあ、いつもよりちょっと投稿が少ないなみたいなって感じはしますよね。特に霞水系ですね。まあ、でも同じ霞水系でも釣る人は毎これ毎日釣ってんのすごいなってもう感心しますよね。毎日行って毎日釣るって言ったら、僕がもう20代前半の頃、あともう10代の頃ですよね。そんくらいじゃ記憶にないっすよね、本当に。ここなんかねすごい良さそうに見えますよね。で、このポイントなんか、まあ、ちょっと前のYouTube で佐々木克也さんがなんかタイニークラッシュかなんかでね、こう釣ってたやつありますね。で、正直僕ねここ釣ったことないんですよね。いつもこう、まあ、通勤の時とかにその神宮橋渡る時に、あ、今日ここ入ってんなとか、そう毎回誰かしら入ってるっていう感じですよね。はい、次はですね、ワニ川ですね。まあ、次もなんですけど、こちらはですね、イタコ川ですね。先ほどは朝の潮行だったんですけど、今は夕方の潮行ですね。この果てしないストレッチ、もう霞ヶ浦あるあるですよね。まあ、正直このワニ川のここですね、あまり人気ないですよね。やってる人ほとんどいないですよね。で、ちょっとまあルアーチェンジします。結構重いんだねこれ。 B ベイトというメーカーで、クトゥルフというメーカーです。これ、はい、こっちの方が下半分、これ塩がいっぱい入ってるみたいね。これを入れるんですよ。
飛ぶ。あ、すごい。こう引き感がある。こやっぱ10グラムちょ11グラムあるから、こうベイトタックルでも全然大丈夫。こうこうトゥイッチしてもこうちゃんとこう引き感があるっていう。すんげえ飛ぶ。これベイトタックルってすごい扱いやすいね。はい、今ですね、Bベイトのクトゥルフですね、やってたんですけど、ノーシンカーでもね、すんごいぶっ飛ぶような感じ、すごい扱いやすかったですね。で、次もワニアですね。これは朝の兆候になります。通勤前ですね。で、この朝というと、このベタナギですよね。で、しかもこれ今ですね、時刻が5時頃ですね。で、まだもうちょっとでこう日が昇る頃ですね。で、使ってるルアーはエバーグリーンのバブルトルネードですね。この湖岸沿いを巻いてます。これ巻くスピードですね、結構ゆっくり巻いてるつもりなんですけど、これハイギアのリールなんですけど、ラインが今半分ぐらいしかないんで、まあ、なんかローギアみたいな感じですよね。とちょっとルアーチェンジします。これも B ベイトのスピリットホグ、まあ要はザリガニ系ですよね。で、ここに謎の液体を入れて、でこれがですね、水中の中でなんか生物が血を流してるようなこう弱ったベイトを演出とかって、まあホームページにはねそう書いてあるんですけどね。でこちら 3.5g のジグヘッドでやってます。ここですね、足元ですね、結構なんかゴロタが入ってて、まあ、水深はですね、まあ、1メーターないっすよね、ここね、足元は。ここは、はい、次はですね、北浦やってきました。北浦結構風吹いて、まあ、暑いんですけど、まあ、ちょっと心地よい感じでしたね、この日は。と使ってるルアーはですね、Bベイトのクトゥルフですね。高比重のワームです。こういう波がこう立ってる時でもノーシンカーのままで全然使えますね。はい、次は北利根川にやってきました。これは夕方の兆候になります。もうちょっと数日前のその増水からだんだんもう減水に入ってるところですね。まあ、北利根川なんかだとそうですね、まあ、すぐその水門開けたり閉めたりするので、ところで、まあ、すぐもう、まあ、目に見えて分かるって感じですよね。使ってるルアーはスピナーウェイトですね。デプスの B カスタムです。これ8分の3オンスなんですけど、結構なんか重量感があって飛びますね。でちょうど今ここ沈み物があるのでちょっと巻いてます。
ここはですね、やっぱりこう流れが当たるところなのか、結構今目の前にもね魚浮かんでますけどね、ちょっとねここのポイントは油が結構浮いてましたね。ちなみにですね、この今使ってるスコーピオン MD200 ですね、この前バケツに入れて、バケツに水入れて、その中でぐる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 回したんですよ。そしたらですね、なんかすごい調子よくなりましたね。よく海水で使われる場合って、その水道水で流すとか、よく村田はじめさん式でバケツの中でぐるぐるやるとかってやってますけど、この淡水でも効果あるのか、あるんだなっていうのが今回分かりました。やっぱりその結構カシミヤ浦水系っていうのは結構この通りマッティーウォーターなので、結構こう泥とかを多分巻き上げちゃうんですよね、ラインについた。でやっぱスプールの隙間とかレベルワインダーとかそういうところにあって、結構ゴミとかいっぱい詰まってますよね。でバケツの中でぐるぐる回したら結構ね汚れ取りましたね。でまだなんかちょっと絶好調になりましたね。まあね、それはそのドブ漬けっていうんでしょうかね、まあ自己責任でっていう感じなんですけどね。であとまあ霞ヶ浦水系というと、ここもう海水も入ってるじゃないですか、多少は。なのでやっぱりその調光後のリールの水洗いっていうのは多分効果あるのかなって感じしますよね。前に使ってたバスワン XT ですね、そう、それでもなんかちょっとクラッチが調子悪くて、でバケツの中でぐるぐる回しながらカチャ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 やってたら、それも治りましたね。まあいったこういった沖にある杭っていうんでしょうかね、そういうところにもねついてる場合ありますからね。まあ、ちょっとでこれ増水期待したんですけど、北利根川はこれなんか水位は元に戻っちゃったみたいですね。まあでもこれ相変わらずちょっとこの画面上では確認しづらいんですけど、かなり油は浮いてます。で今ですね、このワームをこう表層引きしてます。去年ですね、イモグラブですね、ゲイリー山本の、それで表層引きで1本釣れてますね。まあこういうポイントですね、オーバーハングの中とかねスキッピングで入れたいんですけどね、ちょっとね僕ね全然できないんでちょっとこう奥に入るとこだけやってます。まあ、結構日没前だとやっぱ涼しいですね、この夏の釣り、まあ暦上では秋なんですけど、こういったこの夕方の涼しい時間帯と、まあ朝の涼しい時間帯ですね、これがあるから夏ってやっぱ好きですよね。まあでも実際僕の動画で釣れてるのって朝と夕方より真っ昼間が多いんですよね。でもね、朝マズメ夕マズメはどこ行ったみたいなね
感じなんですけどね。で次はですねバズベイトですね、もう終わりに近いんで、もうこれ結構ね真っ暗なんですよね。もうこの時点でもうかなり真っ暗です。まあ、カメラがねなんとかねこう映してんでしょうけどね。でこれテッケルのバズベイト、これ飛びますね。あとこれ使って思ったのはゴミを拾いにくいって思いました。これからもいろいろ動画の方をアップしていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。おっしゃ、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 はい、いかがだったでしょうか。皆様お疲れ様です。今回もですね見事デコりました。今回もですよね、本当ね、ずっともう9月入ってその台風、まあ言い訳としては台風に増水で、その白蓮の死骸だらけで、水面は油だらけで、そうだどういうとこでやりゃいいんだよみたいなね。まあとりあえずですね、今まで、まあ、釣れた実績のところをやってきたんですけど、全然かすりもしませんでしたね。まあ、その中でもまあ、メーカーのフィールドスタッフっていう方のインスタとか見るとやっぱ釣ってるんですよね。まあ、まあ、彼らはまあ上手すぎるっていうのもありますけどね。そうで9月15日のスズソンカップですね。もし僕を見つけたらですね、ステッカーくれと言っていただければステッカーちゃんとありますんで、こんなに用意してますんで、まあ大体60枚ぐらいですね。はい、まあ、こんな感じで用意してますんで、はい、まあ本当はね、例えばその日限定のスズソンカップとかねこう入れたかったんですけどねえ、まあいろいろ、まあいろいろねえ、まあおスズソンチャンネルさん OK 出してくれると思うんですけどね、まあ、まあちょっとそうなるとその日しか使えなくなっちゃうから、まあ多分これだけあるんで、まあ僕の場合ですと全部履けるとは思えないんで、まあ、この前の手賀沼の時、まあ、20枚用意したんですけど、その時も、結構余りましたんで、はい、そうですね、まあ、実際こういう感じで用意してます、ステッカーですね。はい、まあ、ここなんかバーコード、変なバーコードみたいなのついてますけど、ちゃんとここの部分だけ、ペリって剥がれますんで、はい、ぜひスズソンカップで僕を見つけたらステッカーくれと言っていただければすぐご用意いたしますんで、はい、でスズソンカップ楽しみですね。500人、もうやばいっすよね、ここ最近の500人規模の大会っていうと、あと日立のさんですよね、あれぐらいですかね。なので釣り大会、バス釣り、まあ、多分釣り大会の規模としては日本で5本の指ぐらいに入るんじゃないですかね。あれだけ人を集められるっていうのはね、まあ、もちろんそうスーソンチャンネルさんの鈴代さんとチューソンさん、サキちゃん、みんないい人なので、まあ、この前コラボをやらせていただきましたんで、皆さん本当に人柄いいんで、そう、あと魚釣りマンさんもね、バツさん来ますんでね、楽しみですね。またお会いしたいですね。そうなんで、バッツのそのスナッチ
ですね。まあ1位2位3位で、まあ、金銀銅のカラーがあるそうですよね。で、まあ、その中でもなんか3位の銅ブロンズっていうんでしょうかね、カラーがなかなか僕いいかなと。まあでも結構ねガチ勢な人多いですからね、今回もね相変わらず。でやっぱりその今年大会出たのはそのバッキーさんのバキバキ大会と、あとレイドジャパンの大会出て、やっぱね上位の人たちなんかみんななんかインスタかな、インスタとか X とかでみんな見たことあるなっていう人たちですよね、上位の人がね、もう大きいサイズを選んで釣ってくるっていう、もう神業的なね、感じですよね。もう魚が いるところがもう分かってるみたいなね。まあもちろんそのバス釣りっていうのも魚を探すことから始まるんでしょうけど、もう神業ですよね。でやっぱりバキバキ大会、レイドジャパンの大会見ても上位3名っていうんですかね、みんな50アップとかもう40後半ですよね。まあ、そのぐらいのサイズを釣らないと、まあ、上位進出はないなとっていう感じですね。でこの前ですね、そのまあちょっと場所はちょっと言えないですけど、まあ、大会があったんですよね。エントリー20人ぐらいで釣れた人がなんか5人とか6人とかあって、まあ、そういう感じなんで。でも実際その釣り大会でそのレイドジャパンの大会でかなり運営率が高かったみたいなんですよ。で実際釣り大会とか行うとなんか2割ぐらいしか釣れてない。だ100人いたら20人行くか行かないかですって。あのレイドジャパンの大会行った時にその金森さんが言ってました。でその時の霞ヶ浦大会、ちょうどあれ季節も良かった、6月でしたっけ、あれ確か忘れちゃった、あ7月か、7月頭で、ちょっと時期も良かったんで、そう結構みんな釣れたって感じですね。僕仲良くしていただいてる方もですね、なんか西の巣でその日5、6匹釣ったとかって、いやすごいなと。レイドジャパンの大会は僕ね0匹で終わっちゃったんですけど、まあ、バキバキ大会でね39センチ1本釣りましたけどね、あの時はねゼッケン置かないで写真撮って、送っちゃったんでね、まあでも39センチだと全然かすりもしなかったっすけどね。まあ実際はその裾野大会も楽しむと、それに尽きると思いますね。はい、まあ僕釣りに行かなくてもいいかなみたいなね、そう、お手伝いとかね、まあいろいろその運営の方もね大変でしょうけどね、まあいろいろできる範囲でお手伝いしたいかなという感じですね。はい、今日はですね、どこで撮影してるかと言いますと、こう前川ですね。はい、まあこういう感じです。ちょうどねこう足があってね、いいじゃないですか。もういい、そう前はねここ前川もずっとこう足がダーッてあって、それが今全部コンクリートになっちゃったからね。そう、例えばね全部コンクリート護岸に、コンクリートの垂直護岸になるならね、また対岸でできますからね、いいんですけど、そういうわけでもないしね。まあ、僕がね大体、まあ、もうイタコで生まれて、もう小学生低学年の頃からねこの前川でねずっと釣りやってましたけど、随分変わりましたけどね。そう、昔ここ水門あったよなってとこがなくなってたりとか、そう前ここ
なんか豚とか牛とか飼ってたよねみたいな、うん、そこでやっぱ釣れたんですよね。で今その面影すらないっていう、うん、だいたい場所この辺だなっていうの分かりますけどね、うん、いろいろね9月、うん、まあだいぶね釣れ始めてきてると思うんですよね、うん、今日も北浦ガンツー川で今やってきたんですよ、うん、まあ、ガンツー川って言ったらね、もともとそんなに綺麗な水じゃないからあれですけど、油もほとんど浮いてなかったし、うん、結構だんだん回復しつつあるんじゃないかなと思います。じゃあ皆さんもぜひ頑張ってください。僕も頑張ります。それで最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。